はいえー、それでは今日のお会見をあのこれから始めたいと思います、えー、今日はえは池内さんに久々にお越しいただいたんですが、池、あ、内、のー、さん、2005年が初回で、今回で8回目になりますけれども、えー、近所、C 派とスニー派、その前の,あのサイクス・ピコ協定100年の自爆と。このえー 最近2冊、比較的、まあ、その啓蒙書的な、はいえー、中東のファンダメンタルズについてお書きになったばっかりなので、きょうはあの中東、あ,ある種、だから、えー、基礎的な枠組みっていうようなところをあの、の、はいね、今日、ねうん、お越しいただいた方に早く、えー、していただければいいと思いますので,では早速あ。それとあの ちょっと雪下さん、今日あのう体調があまりつ潰れられないので1時間半の予定ですけれども1時間ぐらいにちょっと短縮したいのは申し訳ございませんか、はいえー、かいつまんでお話をさせていただき悪いと言っても。 もう7年も経ってるんですがその疲れと同時に東京の夏というのであの単にあの寝不足でかつだいたい中東とかとずっと最近まあちょっとイベントを8月の末に中東の国に行ってやろうとしてまあこっちのイニシアティブで向こうでやるっていうかなり面倒くさいことをやってますのであ夜やり取りをしているとあいうところもあってなんか若干クラっときてるところでおりますねちょっとあの短めに今日はお話をさせていただきたいと思います。 さて、えー、今日のテーマはこのシーア派とスンニー派と自分の本をだかもう、えー、どんどんなくなっていくので、えー、自分の本が今日持ってこれないというそれぐらい人気だったんですがぜひ皆様もあのシーア派とスンニー派新潮選書で出しましたので読んでいただきたいというところが、まあ、まずあるのですがその大まかな構成をかいつばんでお話しするというのが今日のテーマになっております。で、 まずレジュメで書いておきましたように今回の本いうのは実は2冊目なわけですね。で1冊目がサイクス・ピコ協定でちょうど2年前に出ました。この本が出る2年前に出てですね5月だったと思います。まあ、新潮選というのは5月が まあなんとか1年に1回のフェアらしくてですね、まあ、5月にわりにこう宣伝もしやすいのでできれば5月に出してほしいなんてことを前も言われてで前回もそうで今回も5月に出すことができましたちょうど2年ぶり2016年の前著サイクスピコ協定から、まあ、本当はもっとしょっちゅう出,す出したかったんですけど、まあ、ちょっと力を入れすぎ前回力を入れすぎたせいもあってそれと同じぐらいのものを書くとまたまあ2年ぐらいかかってしまったと。 でい,を出したということになりますねでいずれもまあコンセプトがあってまた共通コンセプトがありますそれはあの中東のブックレット的にまさにこう記者の方などがあるテーマについて知りたいという時に過不足なく全体像が書いてあるそういうものがちゃんと手元にしかもリアルタイムでないといけないんじゃないかとそういうことをよく考えて いますものですからあそのためのフォーマットをまず考えたっていうところがありますそこでブックレットというものを2年前に考案したとでただシリーズと言ってるからには2冊目がないといけないんですが2冊目を苦労しまして今回、まあ、やっとシリーズになったということですねで1冊目は何かというとこのサイクス・ピコ協定ちょうど2016年がサイクス・ピコ協定1916年から100年目だったというところがあります。 そこまあそれ記念物というわけではなく、まあ、そういう本が英語でいっぱい出ておりましたが、まあ、別に単に記念ということではなくて意味があるとつまり2016年の段階つまりアラブの春から5年ぐらい経って混乱が続く中で何を書くべきか何を言うべきかというふうに考えたときにやはり100年前のサイクス・ピコ協定の時代サイクス・ピコ協定そのものが悪かったという話は私はこの本を読んでいただくとしてないんですけれども、まあ、サイクス・ピコ協定はある 100年前に持ち上がった問題に対する、まあ、あんまり十分ではない解決策だったとたとだもっと十分でない解決策もあ,ありましたよっていうようなことを書いてますよね。で,ですから、まあ、我々は十分な解決策というのを100年前に持たなくて、まあ、だましだましやってきて100年目に、えー、結局今現在の問題のとして現れてますよというような話それはどういう問題かというとオスマン帝国が崩壊するしかしその代わりになる。 システムがまあるあるいは複数の国家を切り分けてできた国際システムとしても中東にうまくそういうものができていないんじゃないかと、まあ、その100年間かけてその問題を解決しようとしていろんなことをやったんだけれども結局今は解決できてないですねとあるいはまあ解決したつもりでいたものが解決策が不十分で今問題が出てきてしまいましたねと、まあ、そういう 書き方をしていますですから今現在の問題特にこの中東諸国の国家形成があまり十分にできてないんじゃないかとかあるいは複数の国家間の中東の国家システムというものがまあ不全になってるんじゃないのかという問題について、まあ、これはそもそも100年前のまあ中東の近代の国際システムの発足の時から抱えている問題だったという話をしたとそ,のそれが前回ですね。その間ってのは例えば植民主,主義があったり あるいは民族主義がそれに対抗したりですねあるいはその民族主義が、うん、場合によってはあの独裁の方向に行くとかですねいろんな流れがあって我々はずっとそこに取り組んできたんですけどそれをいっぺん取っ払って土地の話を全くしないで100年前の話と今の話をするというのが前回の思考で今回も図らずもあ同じようになったと思うんですねただ、えー、今回はその続き前回の続きであって、まあ、前回指摘した問題国家形成の不全 えー、中東の国際システムの、まあ、これもまた不,不十分さというものは今でも問題としてあるわけですがそれだけではなくて、えー、さらに問題が発覚しているとそれは何なんだろうかというところが今回のテーマですね。それが結局はまあこれは同じようにこのアラブの春から、まあ、この本が出た時点ではもう7年。 そのアラブの春以後の揺らぎの中で、えー、非国家主体が台頭するという現実で各国のそれまで、まあ、国民意識を何とか醸成しようとするとあるいは国を横断したといっても例えばアラブ民族といった、まあ、近代的な意味での言語に基づく文化に基づくそしてまあ想像されたものかもしれませんが 血統に基づく集団がまとまとるそれによってしかしそれは近代の国民国家システムの中にうまく自ら当てはめようとする作業だったわけですがそれがあまりうまくいかないあるいはそれに競合する別のアイデンティティがどんどんこう出てくるそしてそのアイデンティティに基づく集団が非国家主体かつ従来の政党とされる民族 例えばアラブ人であるといったそういったところとは別にそれと競合する形で出てくるその現実を捉えるのが今回ですねその時にまあ、一番この非国家主体が拠り所にするアイデンティティこれいろいろあるわけですねいろいろ出てきてしまったただその中で最もまあ、まあ、必ずしもナンバーワンオンリーワンではないですが最も顕著に見えてきているのが宗派 に基づくアイデンティティィそれに基づく集団の形成であるというふうにまあ捉えたと、まあ、しかし同時にこの間に私例えば2015年にはあこのその前ですが「イスラム国の衝撃」なんていう本を書いているようにもちろん競合するもっと別のアイデンティティですねつまりどこにスンニ派の,、まあ、こ,のこれもある種宗派主義の一部とも言えるかもしれないですが つまりイスラム国の場合はイスラム教のイスラム法に基づく国づくりをしたいと主張しているわけですねただそうは言ってもそれはシスニーハンの人にとっての正当なイスラム法そしてイスラム法に基づいた正当な体制であるんですがそれはシーハンの人はそれ認めないわけですね、まあ、元来が認めないまあもちろんスニ派の中でもそれはあまり自分にとってはふさわしくないと思う人もいっぱいいるようですねで,ですが、まあ あそ,そのイスラム国などが出てくるということも含めてしかし大,大まかに見るとやはりあ宗派主義の問題が最も顕在化しているというふうに考えたわけですねですのでこれをテーマにしようとしかもこのシー派とスンニ派の宗派主義対立の問題はかこれは前の本ともつながっているわけですね国家形成の不全国家のという器の中に入る入れ物としての国民形成国民統合の不全 じゃあ代わりに何があるかというと例えば宗派あるいは宗派以外でも部族とかあるいは地域主義とかそういった別のアイデンティティによって国家が分裂しているというところですねしかもそのアイデンティティはは隣接する国家あるいは遠隔地の同じアイデンティティを持つとするされる人たちとはつながったりするそこで国家横断主体にも容易になると。 つまり国家が分裂すると同時に国家を横断したあ、まあ、逆に言えば別の統合を志すような動きが出てくるでそれがあの国家と国民の正当性が明確である、まあ、何をもって明確というか、まあ、これまたいろいろありますけれども、まあ、ある程度明確であると多数の人が信じている国際的にもよく、えー、もう当然の事実だと感じられている場面であれば多分これは。 まあ一応そのでも制圧されるえ反政府組織え正当性のない組織であるということになるんですけどどうもそういうふうには国内的にも見られていないし国際的にもそんなには見られていないつまり承認するような国があると、まあ、その承認する理由っていうのはいろいろあるんだと思いますでも同じアイデンティティだから承認するっていうところもあればまあ戦略的な都合がいいのである国のある あ、る国の国民社会を分割分裂させるようなアイデンティティを持つ主張する集団をまあ積極的に支援するというようことも起こる。それはまあどちらもあるんでしょうね。その私、利私欲もあればあ正当なまあ大義があると認める場合、その両方もある。あ、そのその辺が混ざってる場合も大いにあると思いますがまあ、そういう形で国家横断主体が出てくる。これがまあ次の段階の大きなま重要な要素であろうと。 でえーそのまあ、これは「サイクス・ピコ協定」という本で提示した100年前からの問題の中で生まれてきているものですが、えー、特にその中でももっと最近に起源その少なくとも表面化するという意味での発端はもっと最近にあるそれを発端がいくつもあるわけですよねそのオリジンというのは一つではなくて、えー、いくつもあるそれをまあ重要なものをなるべく網羅しようとそういう形で書いています。そうしますと、まあ、どこから行くからく もちろん一番最初にシーアとスン・ニシがなぜ分かれましたかっていうのはこれはある程度書かないといけないですのでまあいきなり最初7世紀の話してますよね。ただその前にちょっと今回はまあ理論編みたいなのも置いてますので最新のこの宗派主義の問題がどれだけ今その中東研究しかも現実の中東を見ている人たちの中東研究現状分析をする際の理論としてどれだけ議論されているかということについては結構わざわざ 序章みたいいいななとととこころで一にににに書きままししたたたがそれ続て世紀戻るうりだこれはこの本の構成という話まあレジュメでいうと2番のところを今お話ししていますしまた論点という意味では論点の一番最初の「宗派原因か結果か協議とコミュニティ」と書いておきましたがそこにも関係しているところですつまり、えー、私の議論というのは、まあ、これなかなかまあ折衷的に見えるかもしれませんが多少複雑です。えー、ですが、まああ そんなにめちゃくちゃ複雑ではないと思うんですが世の中の複雑さをある程度整理して見せていると思いますがどういう論点かと言いますとまあ私から言いますと宗派主義の問題っていうのはこれはあの世間一般でよく言われるようにこのまあよく暗黙のうちに見られているようなものとはちょっと違うとつまり日本で特に議論されやすいのはまあ中東っていうのは結局まあどうも分裂してるようですねと。そのの分裂の 最近の最も大きい要因は宗派のようですねと、まあ、そういう認識がものすごい出てきてるわけですねただ同時にそれは結局まあ暗黙のうちですが結局は競技が違うから考え方が違うから争ってるんですよねというそうなるとまあそういう考え方になるわけですね。でただ現実などうもそうではない少なくともまあも一番単純化すると競技が違うのであればじゃあどっちかの競技が正しいと相手側が認めれば終わるのかとどうともそういう問題ではないわけですね。つまり、えー もともとの発端において確かに協議が違うのは確かであるただ問題はその協議の違いというのはまあそもそもがある政治的な対立に基づいていってそれぞれの政治的なまあ後遺者たちが異なる論理的にはおそらく大きく見ればイスラム教における政治権力の継承をめぐる正当性のある権力の継承をめぐる2つの あり得る理論的な立場を結局2つの集団が掲げたということだと思うんですね。ですのであの競技が違うから対立したというよりは、まあ、対立した複数の勢力がそれぞれにとってまあ最も正当性を主張しやすい競技をまあそれぞれに巡化していったそれによってイスラム思想というのは成り立っているわけですね。ねこれはなななかなか変わらないとつまり 陰と陽のような感じで例えば権力の継承するときに端的に言えばアリーという、まあ、最もムハンマドと男性で近しかった人のところに、えー、権力が継承されるべきかそれとも、まあまあ、外籍が強いつまり、えー、コミュニティイスラム教の共同体を、まあ、実際に統治して実際に例えば軍事司令官として統唐突する際により能力が高い 勢力そのどちらが政治的な権力を引き継ぐかという面での対立なわけですね。でその時にまあ結局い決闘が大事なんだというのがシーア派でありそれに対していや決闘、まあ、もある程度大事だけれども現実に実効支配するそのための統治能力を持っている人が大重要なんだという、まあ、この2つ、まあ、こっちがスーニ派なわけですねでその2つに大体分かれていったという事実それを指摘していますね。 でだから最初からだから協議っていうのはつまりある政治的な関係を表しているわけであるだからその協議が違うから争うというよりはもうすでに政治的な対立があるから協議も違ってしまう、まあ、ですからこれはなかなか難しいわけですね対立をなくせば協議が同じになるかというと、まあ、そもそも人間社会いろいろ対立があるからそういう協議も 必要とされるわけで、何というか対立をなくせばいいじゃないですかというのはあのあんまりこうまあ、お説教というふうにしか見えないわけですね。必要だからやってると。えー、ただ私自身はあのまあ、ですからこの根幹における対立というのはかなり根本的な問題なのでというところはあの指摘しています。つまり新派と尊新派なんてのは別にあのまあ、逆に言うと単に政治的な争いですよというのをちょっと宗派というものを軽く見すぎている。 つまりそれは政治的な対立がある種政治権力をめぐる2つの対立する協議として確立してしまうようなそういう構造があるわけですね。でそれはなかなか変えられないそしてそれによって常に2つの2つ以上の宗派集団ができて 政治的に対立してつまりそれはなんかこう政治的につまりいわば政治家が作り出しているものだから悪い政治家があの心を入れ替えればなくなるというものでもないなかなか構造的なものであるイスラム教の思想そしてその思想に基づいて人々生きているわけですがその生きている人たちの政治的な集団の形成のされ方から考えるとなかなか そう簡単になくならない根深いものではありますよということはかなりお伝えしようとはしていますそれが第2章のあたりで書いてやっぱり7世紀に戻らないといけないという戻らないと理解できないとただしそこで終わりではないとやはり近代においてそれが今現在の国内の対立分裂あるいは国際的な中東における地政学的なある分断 の基軸になる、えー、そこにはあの近代的な積み重なりがあるその積み重なりを一生ずつ必要なものを解いていくという構成になっておりますねそこでじゃあいつまで遡ればいいかというとやはりイラン革命であろうと、まあ、約40年前のイラン革命、えー、その結果というものがあそのまあ影響ですねその帰結が今現在出てきているということは確かですね。つままりイラン革命が起こる前までは 特に、まあ、イランでは前近代からシーア派がまあ政治権力と結びついて統治する側に回った統治する側の宗教に回ったわけですが、えー、オスマン帝国の、まあ、統治家つまりトルコ人クルド人アルメニア人とかアラブ人、えー、そういった人たちが住んでいる広大なエリアにおいてはシーア派は統治される側でスンニ派のイスラム法に基づいてスンニ派の支配者が支配する。でシーア派が一、まあ、そこでわば 非支配民族のようにエスニシティ的には例えば同じアラブ人であってもスンニ派のアラブ人が支配する側でシーア派のアラブ人が支配される側といったそういう権力構造ができてしまったこれはまあ必然的な話ではないんですねつまりイランでシーア派が権力を取,る、ま、取ったりしてるわけですからシーア派であれば常に支配者だということはないんですがただしかし成り立ちから見てもシーア派の方がまあ非支配者的なアイデンティティをもともと持っている。 特にアラブ世界ででは持っているわけですねイランでは逆にまあちょっとほのめかしましたがいわばアラブ支配を覆すためにシーア派のイデオロギーというのはイランではむしろ多数派が取り入れるそれに対してアラブ世界ではやはり多数派がスンニ派のイデオロギーを取り入れやすくそこで非支配者側がシーア派の脅威にいわば流れるという傾向は強くある。 と思いしすし、まあ、それはなんか単純な話ではなくて長い歴史の中で結果的にオセマン帝国のえつまり近代に至る直前の過程でオセマン帝国がスンニー派で大帝国を作って、えー、シーア派の人たちがまあ非支配階層に組み入れられたとそういう歴史的経緯がまあ,あったとところがそれをイラン革命がイランで起こった時にですね、まあ イラン自体はシーア派主体の国であったわけですがただしそのシーア派が近代化政策欧米化政策の中で、まあ、いわば本来あった形の虐げられたものの宗教というアイデンティティーをもう一度獲得したわけですね。えー、つまりサファビー朝で一度はシーア派が権力を持つ側の宗教としてあるい無理やり取り入れられたわけですがその後 えー、パーレビ朝の近代化政策の中でシア派というのがまあ再び、まあ、ある種抑圧されるものになってその信者という人たちが抑圧されるもの世界の抑圧されるもの代表者のようなそういうアイデンティティをまを持つようになったとそれを使ってこう体制を覆したしかもそれはもう単にイランの問題じゃなくて世界の問題だと少なくともイスラム世界の問題でもありあるいは究極的には全世界のまあ虐げられた者たちの 革命を代表するんだとまあそういう、えー、イデオロギーがイラン革命の瞬間は沸き起こったわけですね、えー、これに結構多くの人が感化されたとまあ感化される人にはいろんな立場がいてヨーロッパにいて、えー、ヨーロッパを批判していた例えばミシェル・フーコーのような人があーヨーロッパ近代を覆すものとして期待したそういうのはありますけどまあこれはちょっと表層的だと思うんですよね、えー、それに対してアラブ世界などではやはり、えー、まずシェア派の人たちが まあ民族的には違うイランでしかしシーア派の人たちが革命をやったということに強くまあ感化される場合がありまあ場合によってはスンニ派の人もそれまで自分たちは近代化政策をやってもうまくいかなかった民族主義をやってもうまくいかなかったであればシーア派の革命によってシーア派が革命を成功させて統治体制まで独自なものを作っているではこれを取り入れようかとああいう人たちすらまあ出てきたと。それによって えこれは旧オスマン帝国のおまあせ権力構造をおそらくそこの方でかなり揺るがしたというところがあるんじゃないかと思いますね。ただそれはすぐにはそんなに影響は出なかったわけですね。ただじわじわと出ている、まあ、かなり深かったと思いますね。つまりこれは最近それがまた議論になっているように例えばサウジアラビアでム、えー、ハンマド皇太子は。 1979年以前と以後という世界をパカッと歴史をパカッと分けてですねそれ以前は例えばサウジは穏健なイスラム教の信仰をやっていたとまあ言い張ってるわけですねえ何が悪かったかなといやあれはイラン革命が悪かったとイラン革命でえーまあシーア派のイデオロギーというものが広がってくるそれによって革命を起こすと言っているそれに対抗するためには我々も スニー派の強硬なイデオロギーを打ち出すしかなかったんだと、まあなんか,人まあ、かなり責任転嫁をしてする議論をしているですからまあそれが額面りそり因果関係が正しいか全体構成さらには責任の所在というものの議論が正しいかというとかなり、まあ、ほぼ間違っていると思いますがしかし しかしですね、まあ、それぐらいのインパクトを与えたってことは、まあ、長期的には明らか、まあ、短期的にも明らかなと思いますが長期的にもそらく明らかなてあると思いますね。でただもちろんこう長期的なインパクトというところから言いますとイラン革命は結局はほとんどどこにも波及しなかったわけですね伝播しなかったあのイデオロギーにかぶれた人はいても同じようなイスラム体制っていうのを作った国はほぼないわけですね。まあ、スニ派で ソニー派独自のものを作ろうといった体制が例えばスーダンなどでちょっと権力を握ったりするってことはありましたけれどもしかしイスラムシーア派のイスラム革命体制を取り入れますという国はまあ実際にはないわけですからそれほど革命の輸出は成功はしていません。とはいえ根本的なところでつまりイランというオルタナティブがあるんだとしかも40年間頑張って体制を守ってきて。 えーまあ、本気で国民が信じているかどうか分かりませんけれどもとはいえ政権はそれを言い続けるで多くのまあ人が一定数の人たちはそれを守ってますしまたアメリカなどに対して対峙し続けているそれだけでもお、まあ、各国の反対性派にとってみるとある種の希望でありそして体制側から見ると脅威であると、まあ、これはずっと変わらないんだと思いますね。 でその上で次の大きな変化というのがイラク戦争である、まあ、9・11からイラク戦争にかけての変化であるこ、まあ、れはまたちょっと全然違う要素でアメリカがイラクのフセン政権と敵対することによって逆にそのイランの革命体制に対する重しになっていたイラクの体制をまあ破壊してしまうと。さらにににその後にまあ民主化によって 成立した体制は基本的にはシア派の方が多数派なのでシア派で集まった政党がほぼ常にその中に仲間割れはいっぱいありますけれどもほぼ常に政権を獲得するとつまり実質上イスラム革命体制ではないむしろイスラム革命体制とはシア派の議論の中でも対立するようなタイプのもっと のの、まあの人々の民意を大,大切にするその上からのイスラム革命体制のようにイスラム法学者が民意を独占的に知ることができるのではなく本当に選挙で民意を表出するというそちらを優先する議論ですから決してシエハの革命が波及したわけでは全くないんですがにもかそれでも、えー、シエハの勢力が伸長したことは紛れりもない。 事実であるしかもこれはアメリカのによる介入でそのような帰結をもたらしてしまった。ですので単にシーア派が台頭したというだけではなくアメリカが唯一の超大国となったあポ,ス、まあ、ポスト冷戦期ですねポスト冷戦期のお持続性にまあ暗雲を投げかけたあるいはポスト冷戦期というものの曲がり角となったというもっともっと大きな中東を超えた国際政治上の まあ分水的な面があるとだからイラン革命がイスラム世界の中での分水嶺だとすると図、まあ、らずもイラク戦争を通じてやってしまった中東と、まあ、イラン革命の波及を阻止するために支援されてきた不戦政権の打倒というものが結果的にはまあかなり国際政治上特にアメリカにとって大きな意味を持ってしまったというふうに捉えています。 その上で現在に至る過程で重要だったそしてあまり日本では報じにくいわかりにくいので報じにくい伝えにくいのがレバノンであるとつまりレバノンでこのポスト冷戦期という意味でいうとアメリカがリベラルデモクラシーを中東にも広げるんだと言ってきて、まあ、イラクでやろうとして、まあ、それが予想せざる結果になっているわけですがもう一つ重要だったのはレバノンでやろうとしたこれは2005年ですよね。つまり えー、ブッシュが再選されて2期目になったとでそこでレバノンがちょうどまあ,あ一番その民主化の圧力が加わってくると思われたわけです、ね、実際そのハリーリー親、えー、西欧派のハリーリー首相が元首相が暗殺されるといった事態があって強くあ、まあ、介入がなされるとしかもそれはアメリカは、まあ、イラク戦争がどうなるかみんなよく分かってなかったわけで。 えー、少なくととも不正政権を力であっという間に倒したで今度はあ同じように敵対する体制をどんどん倒していくんではないかその際にやはりレバノンがまあ最も標的となる何しろあ新西洋派のを、まあしえー、シリアやイランなどを背景とした勢力が爆殺したというふうに見られたわけですからここは、えー、介入が来るんではないかと。 つまり民主化圧力はこの時ピークに達した、まあ、それに合わせて例えばエジプトとかですねあのその後のアラブの春の時に再び出てくるようなこのキファイヤ運動とかもこの時に顕在化しているわけつまりこれはアメリカの民主化圧力がガーッとくるぞと、まあ、特に当面はレバノンに来るけれども同時にエジプトにも来るだろうシリアにも来るだろうという予感が非常に高まったでそれに抵抗するということは体制が政権が抵抗するということは 政権と同じ運命を容易にたどってしまうとそういう予想があったわけですね、えー、そこから、えーまあ、まあこの時期2005年6年ぐらいが民主化圧力のピークであったまあ、今考えてみるとアメリカのまポスト冷戦期のまあ、イラク戦争を超えてなおも力が余っているように見えたアメリカの力のピークであったようにも見えたまあ、アメリカの力自体が全体として落ちたか上がったかって話はちょっともっと複雑な問題ですが少なくとも中東に 介入してくるアメリカの力のピークがこの辺にあったということは今見るとまあ確かであろうとそういう意味でまあこのレバノンでの動き一連の動きつまり2005年から2008年9年ぐらいの間に一旦民主化圧力が高まったしかしそれを、まあえー、反欧米勢力っていうんでしょうかねシリアやあるいはイランなどの支援を受けたヒズボラが押し戻していくさまざまなかく乱 活動などを通じて立場を再び確保していくそれによってまあ最終的には逆にむしろシーア派の台頭あるいは、えー、イランの陣営についてアメリカと対抗する勢力が中東において再び力を持っていくというそういうまあ安定と舞台の安定という感じでありますね民主化圧力の最高強から今度はむしろシーア派の 絶頂期それぐらいの大きな転換がレバノンという舞台で起こったということですね。まあ、こういう形でシーア派の台頭という印象まあ現実に支えられておりますが印象がどんどん強まっていくそういう歴史として過去約長めに見れば40年間特にイラク戦争後という意味でいうと15年間を描いたと。年ってかなり短い ようなな気もしますすがが結構いいろんこことが起こっているわけですねでその上で最終章はまあ私の今現在の認識で「マダラ状の秩序」なんて書いてあるようにつまりまあこれ福山かハンチントンかって冒頭で書きましたがあつまり世界はリベラルデモクラシーで、えー、いわば普遍的なもの欧米から来る普遍的な規範で中東も塗り込められていくのかという。 えー、そっちの方向あるいは逆にハン・チントンのようにいやイスラム世界は一丸となって西洋文明にぶつかってくるんだとあるいはまあ中国と一緒になって反西欧文明のい、まあ、わば U としてイスラム世界は対抗してくるんだというこの2つの正反対の説がポストレ冷戦記どうなるんだという議論であったわけですが私なりの見方は何ていうかどちらでもないといいますかマざら状になっていると。 いうまあそういうい見方を提示してそのマダラ町のマダラの一個一個を見ると例えばイスラム国的なイスラム法、まあ、どちらかというとそれはスンニー派的なイスラム法秩序を目指すものであったり逆に、えー、シーア派的なあるいはまあシーア派に限らないですがあ部族とか血縁などによるアイデンティティより細分化されたアイデンティティにを拠り所として、えー、政治的に結集する。それが少なくとも当面は その人たちの安全とかですねえまあその資産の保全とか生命の保全とかそういったものをまあより可能性を高めてくれると国家でもなくですねあるいは民主主義でもなくえまあむしろより細分化されたアイデンティティのよりどころに人々が結集していくそれによってえまあ 個々人の合理的選択としては割に安全が確保されるただし外から見るとそれは非常にややこしい世界なわけですねつまり日本のパスポートを持っていってどこを通れるかっていうのは分からないとまあ日本はそんな敵対どっからも敵対視されてないですからそんなに通れると思いますがじゃあ例えば支持犯の人がチェックポイントを通るときにドキドキするわけですねつまりここはイラクだけれどもこのチェックポイントは誰のものだろうとここはシリアだけれども エジプトの田舎に行けば、えー、ここはエジプトだけれどもこれは政府系なのかそれとも、はい、アルカイダ系なのかイスラム国系なのかとつまりマザラ上に秩序の担い手がいて、えー、そこをまあいわば横断していくことが結構まあ難しくなっていくある種の普遍性があまりなくなっていくというそういう世界になってきているということですね。うんまあそういう本 の全体図はこんな感じで論点について既にお話ししましたがまあ宗派は結局協議が問題なのかというとむしろまあ競技に基づいてありますが協議に基づいてコミュニティが形成されていてコミュニティ間の社会政治的な対立が宗派主義の対立であろうということですねですからまあ競技は重要なわけですがしかし協議は巡って争っているわけではないと。 ということですねあるいは競技が原因かと言われますと、まあ、たくさんの原因の1つに競技はあるんでしょうけどもその競技自体が政治的もともと存在する政治的な対立によって形成されているというところがありますのであまり競技から発する問題というふうに捉えるのもあんまり適切ではないとそれからイラン革命がもしなかったらと、まあ、これは単にあのここでの問いかけでイラン革命も40年経とうとしているわけであってつまり我々は イランという中東において非常に大きな勢力、えー、国家として、えー、パワーとしてあるいはそのまさに、えー、いろんな意味での文化として思想としてですね、えー、非常に、えー、強い、まあ、しかも近代化という意味では一番進んでいたともいえるそういう勢力があイラン革命以降いわば中東の中でそして国際政治の中で、えー、まあ 阻害されてきたわけですねそして阻害されながらもまあ小さな文明ほんのち一番世界最小の文明だと思っておりますが、えー、文明単位として、えー、なんとか自給自足して対抗できてるわけですね、えー、ただもしイラン革命なかったらどうだろうかというふうに考える時期考えてみる思考実験してみる時期ではあると思いますねつまり、えー、そ,のそのような本来であれば中東の中心の主要国筆頭である しかも最も近代化が、まあ、進んでいるという意味では進んでいた国がそのまま進んでその道を歩んだしかもその時は親米派だったわけですねだったとしたらどうなるだろうかでそうでないのが現実であってそうするとそれによって中東というのは結局イラン革命があってイランが持続したことでどういう状態になっているのかですねいやまあ逆に言うとそれはじゃあもしイラン革命体制がなくなった場合はどうなんだろうかということも考え ということはでできるわけですねあのすぐになくなると言ってるわけではありませんがあそろそろイラン革命体制というものを見直す時期というんでしょうかねそれが何をもたらしたのか何をもたらさなかったのか逆に言うとですね、えー、というそういう時期になってるんじゃないかと思います、まあで。もたらしたものの中にいろんなものはあるわけですけど、えーまあ、結果的にこの主要派主義によって、えー、むしろイランの外側で えー、中東の諸国が国内的国際的に分裂していくそういう傾向というのはやはりイラン革命が起こってそれが体制として持続したと、えー、そしてまあその持続の仕方が何しろアメリカと真っ向から少なくとも言葉の上では対峙して、まあ、イラン人自体はアメリカ大好きでどんどんアメリカに行ってしまう国国民ですが体制としては対峙してしまったとそしてアメリカに対峙すると主張すれば支援もしてもらえる、えー、そういう、えー、まあ 構造を作ったわけですね、えー、そのことがやっぱりあの今の中東の今現在を見る際には非常に大きな規定要因であろうということが、まあ、もしイラン革命はなかったあのままイランが1978年までのやり方で国家を発展させていった場合どうだったんだろうということを例えば考えるといいんじゃないかと思いますね。そしししてて当然でですすがが、まあ、記憶も新しいわけですが歴史としての まあイラク戦争しかしこれもだんだん記憶が薄れていく可能性もありますのでそろそろ歴史として見直すべきであろうとまあそれは当然えイラク戦争は単体で起こったのではなく2001年の9・11事件がまずあってそれに対するアメリカがまあグローバルな対テロ戦争というものをやっていく中でえまあこれも歴史上ちゃんと解明されているかどうか分かりませんが結局な,なぜかイラ,イラク戦争に突き進んだわけですね。 それはなぜだったのかというのは当然議論されますと同時にその結果何が起こったのかということはそろそろそそ整理しておくべきではないいかと思いますそこでも私自身はまあその結果としてこのイラク戦争もイラン革命と同様に次の段階としてイラク戦争においてその帰結の一つはまあやはりこのシーア派の台頭をもたらしたというところであるということはまあ間違いないんじゃないかと思いますね。 そしてさらにアラブの春以降の各国の展開を見ますとまあ大昔に言われた100年前ぐらいに言われて今あまり言わないようにしていたいわゆるモザイク国家論ですね、まあ、これは私のマダラ城の秩序というのの,のなんかもっと昔誰か他の人がそういうことを言ってたっていうだけなのかもしれませんが中東の社会っいうのは結局は国民国家というものを,を近代的な国民国家を植え付けたとしても あるいはその,そのようにうまくいってない国家が集まった中東の国際政治システムというのは結局、まあまあ、国民国家から成り立つ中東の国際政治システムは結局そんなにうまくいかないという議論でその根底にあったのがまあ中東っていうのはあの多くの国は分裂していると。 その分裂の一つ一つの要素はこれはモザイクのようなものであってそれぞれは何かというと、まあ、結局部族であったり宗派であったりあるいは何か、まあ、それ以外のか、まあ、変わったイデオロギーであったりすると、えーまあ、そのイデオロギーというのは、まあ、大抵は、えー、部族的なものとか血縁とか遅縁とかそういったもので集団があってその集団がまた違うイデオロギーを持っていたりしてそれで、えー、その分裂は固定化されるので結局まあ え国民できないといとうまあこういう議論がまあ昔からあってこれに対しては特に一定の時期は例えばアラブ民族主義をやろうとするアラブ人の人はそれを否定したわけですねいや我々があの部族とか血縁とか宗派とかに縛られているというのは欧米人の偏見であると我々はそれを彫刻できるんだというふうに議論してでそれがアラブ民族主義が華やかだった時期はまあその議論が強かったわけですね。つまりモザイク国家というのは彫刻される べきものであり、常にもう彫刻されてるっていう議論が結構あって。で、ですので、我々もなんとなく忘れていたわけですね。モザイク国家はもう古いよねと。ところが、まあ、アラブの春以後の展開を見ていますと、まあ、私自身はモザイク国家だとは言いませんが。しかし、マダラ上の秩序というふうに言わざるを得ない状況がある。つまり、まあ、モザイク国家論というものが、そのまんま理論として、今も使えるかというと、ちょっと、え。ー 検討しないといけないと思いいいととけ思ますがやはり、えー、中東諸国の,その、まあ、分,分裂と言い切っていいのかどうか分かりませんが複数のアイデンティティがあってそのアイデンティティ同士、まあ、別に一緒に国家を作れる時は作れるんでしょうけれどもしかし、えー、厳然と分裂があってしかもその分裂が国を越えてつな、えーまあ、がりやすい、えー、そういう基本的な構成要素これが まあ,あんま変わっっててないっていうことですねやはりこれはもう100年前から見てもそんなに変わってないんではないかというまあ問題を突きつけられていると思いますが、まあ、これはいやまあ昔から言うとこうなんだと言い切ることはできないと思いますがしかし何があるとこの既存のやはり宗教とか宗派とか部族といったまあいわば歴史1,000年2,000年といった単位で見ればまあずっと用いられてきた。 あ有効まあ有効といいますか使われてきたそ,それらのアイデンティティの核になるものそれらが非常にやはり強いんだということですねでそのことを、えー、例えばアラブ民族主義のような近代的な概念で、えー、否定しようとす頑張っていた時期を我々はまあ数十年間まあ半世紀ぐらい見ていたで教科書にもそう書いてあるわけですね現地の教科書にもそう書いてあって日本の教科書にも書いてあるただそれらがやはり今 自明なものではなくなっているいやそれどころかかなり疑われているでむしろかつてのモザイク国家論のような何か本源的な現象的なアイデンティティというものにまあそれが永遠かどうか分かりませんが少なくとも中東においてはそういったものに戻りやすいそれらが有効に機能しやすいえそれと対抗する例えば民族主義でえまとめ人々を統合していきましょうとか近代的な国家の枠組みの中に国民意識を ししていきましょうといった考え方努力してやってきてかなりやってはいるんですがそれだけではどうも収まらない統治できないという面があるんじゃないかというかなり難しい問いかけまああの私自身いやそんなもんだ中途はそんなもんだというふうに言うのは避けた方がいいと思うんですが同時に、えー、常に戻ってくる、えー、というところがあると思いますね、まあ。この本ではこんな感じで書きました。 ご感想をいただいたのですが、この方が結構売れてましてですね、最初の1週間で基本的に、まあ、全部売れたかどうか分かりませんが、もう全部売れると考えて、創刹が出ておりますので、まあ、それは今時の SNS などを通じて、私自身がなんか手売りしたようなとこがあって、書評とかが出る前にもう売れちゃったというんですが、ただ、まあまあ、そういうのな,なしでもおそらく読んでくださった方が非常に多いんですが、その際の感想というのは、 あまあ、もちろんなるほどと言ってくれる方多いんですけど当然あ,のある感想としてでも書いてないことがあるねって言われてですねまあもちろんあのこれシリーズですから次に書きたいというのもありますが次に書くために残してるところもありますが、まあ、この枠組みだと当然出てこないものがたとえその一つは何かというと当然サウジアラビアですねサウジアラビアという国についてなんか今一番話題になっているにもかかわらず出てこないまた宗派主義という面で言うとつまりイラン対サウジアラビアという まあ中東の、まあ、特にペルシャ湾を囲む覇権主要派遣国が2つあって地域派遣国が2つあってその間の対立が各地の内戦への介入各地の内戦のある部分が代理戦争化するというそういう明確な要素がありかつまあその軍事同盟を標榜するようなあ形での国際的な陣営が分かれていくその時に シーア派とスンニ派というふうに理念では分けて陣営を作っていくその時にスンニ派側はサウジが主導している、まあ、こういうまあ印象、まあ、しかもサウジ側はそれを単に印象というだけじゃなくて現実にしたいという政策を取っているわけですね。にもかかわらずサウジの話出てこないんじゃないのかと言われると、まあ、今回はその話は置いておきましたということ、まあなぜ置いておいたかというと、まあ、結局はここまで書いた次の話なわけですね。つまり、えー、イイララン革命、えー、イラク戦争 そしてレバノンまあその間にあるその、まあ、レバノンのまあ紛争のその次にある例えばアラブの春以後の混乱このいずれもサウジというのはアクターとして徐々にこう出てきてはいるんですが主要なアクターじゃないわけですねつまりイラン国は当然イランの近代化の結果としていわば近代化を彫刻するとする必要が生まれてきて勢力が生まれてきたわけですしイラク戦争はやはりまあサウジは あのどっっちつかずだたわけですよねこのイラクは抑止してくれないといけないがしかしイラクの体制を倒したらこれはこれでまたなんかひどいこと起こるぞとでも結局じゃあどうしたらいいのとアメリカが言われるとまあサウジは何もできないということでまあ文句言いながら従うというやり方しかできないつまりえ常にサウジはこの,この本で書いたえーまあシーアスンニー派という宗派主義を軸に国内の対立やあるいは国際的な対立が顕在化していくというこの 歴史の各分水嶺の中でサウジはまあ常にどっか関与をしているわけですねレ,レバノンにおいてもサウジの関与って大きいわけですでしかし、えー、決定的に動かす側ではなくてむしろ誰か外から動かしてくる勢力があると、まあ、イランが動かしてきたりアメリカが動かしてきたりするのに対してサウジ側はまあ受け身であるあるいはまあ文句言いながら従うとそ,そういう立場にいましたから私自身はサウジアラビアはあまりこう こ,のここの主体として描く主要な主体としては描いていないただし特にアラブの春以後はサウジ側の主体性というのはより見えてきていると思うんです,ねですがそれは次の課題であろうとしかもそれはちょうどあのムハンマド皇太子に代表される新世代のえ統治エリートへの権力継承というえ問題をサウジ自身が今通過しようとしているまあうまくいくかどうかもわからないこれはちょっとあの 周波主義の問問題題がどんどんんん顕在化しましまたとととといううもちょっと別だと思うんですねやはりこれは、えー、いわば発展段階ということを使っていいかどうか分かりませんがサウジアラビアの発展段階他の国と比べるとやはり遅いわけですよね近代に歴史が浅い時期に形成されてサウジと GCC 諸国はあまあ大体何十年か遅れてますから今初めてそういう世代交代など世代交代にも、えー、対応した あ体制の再編といったものに今初めて向き合っている。ですからまあ歴史の中に初めて入ってきたような段階。まあ、こういうことを言うとサウジアラビア大好きな人に怒られてしまいますが、まあそういう段階だと思うんですね。それで今面白い段階なので、それはまあ別に書いた方がいいんじゃないかということですね。それからまああのイスラエルの現実と、まあこれはやっぱり気になるところでありますね。つまりサイクスピコ協定、まあ、そのものがいいか悪いかって話は別に。 サイクスピコ協定の時期つまり100年前に中東に国民国家を作っていったその時結局そこに一番適応して成功したのはイスラエルなわけですねもちろんこの成功というのは反対者がいっぱいいる中での成功ですから非常に議論の分かれる成功なわけですけれどもしかしまあ少なくともイスラエルはかなりかなりむ無茶なといいますか極端なやり方でえ国民国家近代の国民国家というま規範 に基づく国民国家を中東に作ってしまったというところがありますのでそれに対して常にアル民ン族主義などの立場からそれは正当ではないとそれは合法ではないというふうに批判を受けてきたその合法性をめぐる批判は世界中でかなり強いわけですね。そういう意味で現実として最もまあものすごい批判はありますけれども最も整った国民国家を中東に作ったイスラエル。 それをまあ定着させているイスラエルしかし同時にそ,のそれに対する批判は世界的にあるというこのアンバランスな国がイスラエルがあるわけで,でこれはまさにサイクス・ピコ協定の前後に作られた国際秩序の中のさまざ、あ、まな問題は集約しているというところがある。ですからある時期まではイスラエルそしてパレスチナイスラエル・パレスチナの問題というのが中東問題の中心ですよという議論を常に していましたね、これに対して私は前の本でもかなり批判しましたがとはいえまあそういう議論が成り立つ余地は非常にあったわけですね。で,でその際にはあアラブ側はアラブ民族主義が非常に強かったという、まあ、それと対になっておりますね。つまり今ある100年前に作り始めてとりあえず作ってしまった中東の国際システムというものは、まあ、なんか正当じゃないと。 いや正当なものは何かというといやこれはアラブ民族主義でアラブ人はまとまるんだとあそ,そういう議論が、まあ、正当性はあるというふうに認められている時はあ、まあ、その中で一番の問題というのは,やはりイスラエルがあるとできてしまったということですから。 あこのイスラエル・パレスチナ問題いが最重要になるんですけどただマザラ城の秩序ということになりますと、まあ、イスラエルなんてワンのが全部になってしまうわけですねなんかこういやユダヤ人というアイデンティティを持った人たちが来てものすごく近代的な能力があったので、えー、外交力もあったので国際法で議論する力もあったのでまあなんかとりあえずはあの国を作ってしまいましたと。えー、軍事力も強いので、えー、結果的に一番 影響力の小さな国ですが影響力のある国になってしまいましたということがまあ相対化されてしまうわけでねつまり例えばアラブ民族のような形で今ある国境を越えてよりしかし近代的なより国家として国民として正当であり実効性があるものができるという主張をしているとイスラエルは大問題なわけですがなんかあっちにイスラム国みたいなのがあってこっちにシリア派の国があって。 えー、レバノンはなんか3つ4つに分かれててイラクは3つ4つに分かれててあクルド人に独立するかもよっていう時にあイスラエル、うんまあ、それがあってはいけないという理由がだんだんなくなってくるわけですね。えー、そういう意味であのこのマダラ上の秩序あるいは中東は、まあ、そもそもモザイク上の社会で成り立っていて、えー、それを何とかあ包摂するような便宜的な国家を作るしかないんじゃないんですかという議論が。 まあまあ、少なくともデジュールでなくてもデファクトで強くなるとイスラエルという国から言うと自分たちワ1ゼブンになるとそれなりに正当性もないわけではないということになる、まあ、そういう意味でイスラエルというのが実効性のある国家という意味では今やたらと強いと、まあ、しかもそれはロシアからアメリカまで超大国中東に影響を及ぼす超大国をある種自由に操っているところもあるのでもうまあ独り勝ちみたいな状態 になっておりますしそしてこの、うん、アドラジオの秩序がもし恒常化するとなると、まあ、なし崩しに正当性があると歌い上げることができるかどうかは別にしてまあしかし似たような正当性の国あるいは主体国とも呼ばれていない主体はいっぱいあるとああそのワンナムゼムにもしかしたらなるかもしれないと。 ただそれは同時に危険なわけであってそう,そういう正当性もはっきりしない国際法上のチームもはっきりしないえ、まあ、実態エンティティがあちこちあってでもいいという状況というのは逆に言うと、まあ、どんどん変えていいということになりますから突然何らかの理由でなくなってしまうという分散も生してしまうということにもなりますのでイ、まあ、スラエルから言うとこの現実をどう見てんだろうか,うのかその辺は私大変興味深いところで、まあ、なるべく内側にも行って、えー、彼らの頭の中を見ていきたいなということも。 考えておりますね、まあ、こんな感じでちょっと残された課題というのはまあいわばこのシリーズ将来何について書ければいいかなというところを考えたあるいはまあこの本にあえて書かなかった、まあ、書けばこの本がブックレットではなく巨大なえ単行本といいますか著作になってしまうということもあって避けたところでございます、はいまあ、結局なんか結構喋ってしまいましたがあこれがこの本で私がまあ意図した。 とと、まあ、とししたたころででごござざいいまますす以上です、はい、どううもありが1点ちょっと追加でコメントいただきたいんですが、はいはい、これはあの宗派とコミュニティのところに関わる問題なんですがそれオスマン時代もそうであったし今もそうであるのはそれぞれの宗派のまあ人たちを律する法、うん、法というものがその世俗主義的な近代法 すべての,その宗派を包含した法によっても物事が動いているので分からなりしもなくて、うん、それぞれの宗派の法学者の判断によるところの法っていうのが、うん、まあ日常生活をかなりしていると、うん、まあそれはその近代的国民国家のように見えるイスラエルにおいても、うん、どちらの法で、えー、判断を受けるか選択可能なわけですね。うんうん、宗教法による、えー まあコートに行その辺の,その法とコミュニティっていうかな、うん、宗派と、まあ、それはどういうふうに整理してますかそうです、ね、これがあの国ごとにまあ見ないといけないぐらいややこしい問題でありますがただ大体2種類あるわけですねつまり、えーまあ、3種類あるといえばあるかもしれませんつまり、えー、多,くに多く分ければ、まあ、近代法とまあイスラム法あるいは、まあ、例えばキリスト教の法なども含めた 宗宗教法宗教法コミュニティの方があるわけですねでこの2つはまあ中東全体から見ると平存しているということになりますでただし分野によって濃淡があるわけですねで一番旧来の全近代の方が持続しているのはまあ家族法、まあ、日本で民法ですねでこれはまあほとんどの国でつまりトルコとかですねチュニジアのように まあ、ジュニでも最近のニュースを見るとやはりまだイスラム法が実は残っているわけですけどもトルコのように一時的にイスラム法を極端にまあ法体系から排除したとそういう国が一方であるただ他方でサウジのようにいや原則的に本来はすべての法がイスラム法でありますと、まあ、ただまあその政治の都合でさまざまなえ規則は作っていますと言っている国。 の両極端があってその大体多くの国は真ん中辺なわけですねどんどんこう近代になってまあ議会を作りましたとかあるいはまあ王政であっても王令で近代的な方をまあ欧米から訳してきたようなイギリスの法律を訳したようなフランスのやスイスの方を訳したような法律を入れていくただしやはり民法的な条項というのはあ多くの国では宗教法をそのまま使うあるいはレバノンのようにまあ、あるいはサス あのおっしゃったよよううににイスラエルのようにですね、まあ、やっぱりその宗教法でやりたいっていうのをあの家族の問題で止めなきゃいかないけれどもしかし、えー、中立的な、まあ、西,洋西洋近代の世俗的な民法体系も用意しますと、まあ、選んでくださいと、まあ、この中間にそう,いうそういう国があるわけですねでそれは国によって違いますし、えー、例えばトルコのようにだんだん民法的な要素でも、まあ、おそらくは イスラム法が戻ってくるんではないかあるいはイスラエルなんかもそうなわけですね結局はあまあ要するにあの宗教法に従いたいという人が多数派になってしまえばそれは止められないわけですねあるいはレバノンのように一定の時期はあまさにレバノンはまあ元祖モザイク国家であってそのモザイクの一個一個を決める一番有力な要素はやはり、えー、宗教法で宗教法に基づいて人々がコミュニティを作るコミュニティの根幹は家族であって民法的なあ 項目にに関しててうとと、まあ、多くの人が宗教法に従っているとここが、まあ、レバノンのモザイク国家を維持する一番の根幹なわけですがそれを超えようという動きがあったわけですね。それは、まあ、アルブ民族主義で超えるとかあるいはな、まあ、西洋的なあ市民社会で超えると <laughs> 市民社会的な民法みたいなことを市民社会的結婚っていうですね、えーなんまあ、そういう言い方をレバノンで一時期していて、まあ、インテリの人たちが頑張ったわけですね。えー、自分ははシア派だけどあの人は ドルズ派で本来は宗教法も違うしその2つで結婚するってなかなかややこしいんだけどそうじゃなくて国が作った中立的な民法市民的民法で結婚しましょうなでそんなことをやっていたわけです今ででもやってるわけですねでイラクなんかでもそういうことをやっていた。ただそそれれはああくまででも個人の選択であるそれから 宗教法といいうのはなくならなくらわけですよねこれはあ例えあの国で使えませんと言ったとしても宗教法は神の啓示に基づいてあるという考え方ですのでしかもそ,のそれは曖昧なあの体系ではなくて明確に文字化されている体系ですからあすぐに復活してきてしまうわけですねまさに空文という言い方ありますが文章逆ですね文章があればそれを扱う従う人がいなくなるとその瞬間その文章は 法としての効力を失ったかのように見えますがまた同じ文章であ「自分はこれに基づいて結婚します」これに基づいて、えー、遺産相続します」なんて言われると復活してしてまうんですねこの辺はあ特に中東で強い考え方法はあ神の啓示ですというこの考え方ですねあの人間があの議会などであるいはあ行政的な法,法令などで、えー、なくすことはできない。 それは存在していて従いたい人がいればそれはまあ効力を持つとそのような法の意識というものはこれ持続したわけですねなくなる一時期はまあそういうものはなくなるんじゃないかという議論があったわけですなくならなかったということですねでそれが少なくとも今現在はまあ戻ってくる数勢にあるとでそれは国民自身一人一人がやっぱりイスラム法に従いたいとでイスラム法に従う範囲を一人一人が増やしていくと結果的に イスラム法が強いエリアになるっていうのと同時に例えば民主主義をやりますという時にいやイスラム法的なものを主張した方が票を取れるというので、えー、一層政府の側も、えー、民主主義あるいは何らかの形で民意に支えられて、えー、統治をしている統治者の側もイスラム法あるいは、まあ、キリスト教の法なども含めてですね宗教法をまあ復活させていくと、まあ、実施していくとあそういう流れの両方が今起こっているということですね。

最後の方でですね、突如というか、まあまあ、レジュメニュ少し書いてありますがイスラエルのことをですね、かなり長く喋られたわけですがね。うん、そこで、まあ、イスラエルのことをですね、かなり無茶な極端なやり方で、えー、近代的な国民国家を中東に作ったとかですね。うんえー、それから、まあ、それはあの、池吉さんのご意見ですね。はい、それからその後、アラブ諸国からそれは合法的ではないという批判もあり、うん それ,にそれから批判は世界的にもあると、まあ、これ、まあ、第三者的な言い方をしていますがやっぱりあ池吉さんはおそらく相当批判的な立場でいるということですよねおそらくあいや私そうではないんですかそういう批判があるということつまりあるある批判があるわけですねあるということを客観的に述べているだけですかわかりました、はい、じゃあその後もう少しありますで最後の方にですね えー、正当性も国際法上の地位もはっきりしないというようなことをおっしゃったわけですがこれはのイスラエルに述べていることの文脈の中でこういうことをしゃべられたんですがこれはイスラエルについてそういうことと見なしているというふうに受け取っていいんですかあるいはその他の例えばイスラム国のようなものについて言ってるのか。 えーまあ、その辺がちょっとね、うん、私としてはっきり受け取れなかったんですよ<あ>、なんとなくイスラエルもイスラム国も同じような、ですね、うん、正当性も国際法上の地位もないような、いいかげんな存在であるというふうに、池内さんが思っておられるような印象を受けたんです、これは間違った印象かもしれませんが、その辺のところはいかがでしょうか、まあ、あの私が思ってるかどうかっていうのは、あんまり重要じゃないので、あの何らかの基準に従えば、そのように、えー、形容されると。 じゃあ何らかの基準で何を形容しているかというとただ、まあ、もちろんこのイスラエルとイスラム国を同列に置くのはいやまあ当然、乱暴な面がありますただし私が言っている文脈というのはつまりイスラエルは頑張ってあのその実力行使という面では、まあ無茶なことをやりながらも国際法上、自分たちの立場を認めさせる近代的な国際法の中で認めさせることに関しては極めて、まあえー、有能にことを運んできたわけですよね。 ででところがた,ただし国際法というのはそんなにやはり最終的に明確なものではないわけですそ,のその時その時の国際世論とかその時その時の国際規範が変わっていくとそれ変わってしまう可能性があるじゃあ変わってるのかということになるとあの中東に関して言う限り「まだら状の秩序」と私が呼ぶものが出てきてこれをまだ分かりませんがつまりそれはダメですマまだら状の秩序はよくないのでもう一遍ちゃんと 国民国家にきっちり国境線を引いてもらってきっちり国民作ってもらってきっちり国家作ってもらいましょうとでそしてうまくいったっていうふうになればですねまあマダラ城の地図は間違っていたしそこに出てきたいろんな主体も政党ではなかったといえるんですが今はどうもそっちに行くかどうかがかなり怪しいとそうしますとある程度マダラ城の地図より出てきたものを承認しないといけないとなると逆にその中のワン・ノブ・ゼムとしてイスラエルも現地の文明でも正当化されると。 ただこれはイスラエルから言うとまあ諸の剣とつまりえこれまでは自分たちだけは正当性が国あの近代的な国際法上の正当性を文句言う人がいてもある見方ではちゃんと確保していたわけですがそれに対してまあそれをいわば一度チャラにして中東にあるいろんなエスニシティとかいろんなアイデンティティのそれぞれが実力行使でえ領域支配したら まあそれを認めないといけないですよねというそれが新たな規範になってしまった場合はイスラエルはそれによって自分自身を正当化することができるんですが同時に他と同列になってしまうまそういう問題を抱えていると思いですねわかりましたそれとあの最初にちょっと戻りますけどねあのかなり無茶なやり方でそのまああのイスラエルは独立というか建国を したという,ふうにおっしゃってるわけですが、まあ、通常ですね国家を持たない民族が独立するあるいは建国しようとすればですね、うんうん、相当無茶なやり方でやんなければできないはずですよね、うんうん、ですからあのイスラエルの,あの独立戦争というのまあ建国戦争、まあ、私が見た限りではそんなに無茶なやり方だとは思えないんですがねやっぱり無茶ですかそ、まあ、それは現実にそこにこスタジアンがいる ののをまあ追いい出すというのはあの、えー、しかもそれによって作る国家というのはあくまでも近代的なあの例えば一人一人の人間は基本的な人権があるとあその国家は例えば民主的に統治されるといったそういったあその体制を政党としてそ,それになるというところがイスラエルの,あの建国なわけですよね。にもかかわらずその過程でそういった基本的人権などを、まあそのまあ、踏みにいじると。 そうでないとできないというのは、まあ無茶と形容されてもしょうがないんいまあただ、予算をやったるよということになると、まあ、例えばトルコの独立戦争どうでしたかということになるとギリシャの独立どうでしたかということになると当然、まあ、その局面においては似たようなものがあるのかもしれないですね。これレジティマシーとかその国際法上の地位で例えばイスラエルは極めてその、まあえー、彼らなりのにその正しい実力を行使して イエ、えー、ルサレムをその実効支配し、それを不可分な永久の都としてるけども、それは国際法上というか、社会はそれを認めてるわけではないという、まあ、そういう状態で何十年起来てるわけでしょう。うん、はい。で、はい、4ミリ新聞の三好です、私も、うんえー、ヨーロッパやってるんで、うん、ヨーロッパというとあ難民危機ということになるんですけど、うん あのまあ、やっぱこういう議論があると思うんですけど、まあ、あのやっぱ今の中東のそういうシリアの紛争なんかのもともとの原因を作ったのはヨーロッパであってヨーロッパになんかこう特別な責任があるんだと、うんうん、それでやっぱり難民も受け入れるべきだというような言われ方もされると思うんですけど、まあ、そういう考え方についてどう,かん先生どう考えますかあ、まあ、まさにこれもある種の普遍的な規範、うん、国際的な規範と。 現実中東の現実あるいはその規範自体を中東以外のお、まあ、例えばヨーロッパのよのにその規範を押し出している国自体がどこまで実施できるのかという問題なんだと思いますね。で実施できなくなると規範そのものがあなんて言うんですか変わってしまうという国際法や,や国際法規範はそういう融通無形あるいはいい加減なところがあるわけですよね。でまさにそのあ 変わるるんんじゃないいいいかとと事実上ですすねねそういう場面を目にしているんだと思います、ね、つまり、えー、難民問題中東からあるいは中東を経由してくるヨーロッパに難民が流れるというこの流れは野王のないものであり、えー、そこにはさまざまな要素があるわけですねつまりそれこそ植民主義,主義の過去とかあるいは逆にそれ以後人道主義を抱えて、えー、難民に対してステータスを与えると。 それが先進的であり普遍的であるという主張をヨーロッパがするとそれにであるから来るわけですねそうでなければ難民は違うところに行っているかもっと局地的に流動しているとヨーロッパ自身が歴史的な負債というものもありますが同時にリーダーシップを取って普遍的な人権を世界に広めるとその代償といいますかその制度に基づいて難民はアプライしてくるわけですねところがそれがヨーロッパの 政治的あるいは経済的な社会的な収容能力を超えるというふうになった時どうするのかと、まあ、その辺がまあヨーロッパの中での議論が分かれて過去5年ほど大いに分かれてしまって我々混乱したわけですがどうも見ていますとドイツのなどを見てもやはり一時的に普遍的な規範を強く主張して受け入れるんだけれどもその後社会的な あるいはまあそれは最終的に選挙などによって政治的な危険と危険をもたらすその危険から見ると、まあ、ある程度以上どうも受け入れられないでそこでまあ締め出すという方にどうも転じるわけですねでそうするとただ問題はそうしてしまうと普遍的な規範であるその例えばその難民問題などで適用される普遍的な人道規範というものが本当に普遍的なのか。 いう問題これを誰も担保する主体がなくなってしまうと少なくともその信頼性を大きく傷つけるということに、まあ、すでにまあもううすうすと言いますか、まあ、隠しようもなく傷ついてるわけですけどそれをまあどうこう、まあ、しかし全く人道規範ありませんというふうに言うことはまあヨーロッパの人もやりたくないですし逆にえー中東の人などもまあ あ、ヨーロッパ人は嘘だと言っていながらもじゃあ人道規範はなくなって嬉しいかというとそうでもないので、まあなるべく支えようとするわけですね。なるべく支えようとするんだけれども、じゃあどこまでヨーロッパの側が負担したらこの人道規範っていうのはかろうじて、えー、うう嘘っぽいのがバレながらも、しかし多くの国の国の人たちが認め続けてま回り回ってはめ,めぐりめぐってそれが。 今現在の国際規範そのものを承認し続けるというところにつながるわけですけど、えー、そのどこどの程度やれば今の体制を維持できるんだろうかというところの探り合いになってるんだと思いますね。でそういう意味ではあまあヨーロッパはまあ何というか言を左右し,しながらあーなんとか受け入れられる、えー、最大規模しかし それが政治的に受けられるかどうか選挙やってみないとわかんないところがあるので、えー、かなり保守的になっているとそれに対してじゃあじゃあ私自身それを見ている中東で何が起こるかというとまあ,あの人道規範はないんだというと最終的に自分の首も締まるので言いませんけれどもまあ、そんな大したもんじゃないんだなっていう、えー、そういうあの認識はどうも強まっていると。 中東に対してはそういうフィードバックが今来てますねそうするとどうなるかというとまさにあの国民国家を作って、えーえー、ちゃんと人権を持った国民の一人一人に人権を与えてという理屈全体がなんか筋が通らなくなっているとつまりじゃあイスラム法でもともとイスラム法が不変だと考えているわけだしイスラム法に従って生きていく自分たちのがなぜ悪いのかという議論になかなか勝てないわけですね。 まあ力で抑えるぐらいしかなくなくしかし正当性がかなり失われた中で力である秩序を無理やり押し付けるしかもその秩序の最終的なこの保証人であるまあ欧米諸国というものがまあそもそも難民も実は受け入れたくなかったんですとかですねいや選挙やったらトランプさんが勝ちましたとかそういうことになるとまあどんどんそのまあ保証人のがいなくなっていくと。そうするるとと相対的に見るとまあじゃあ モダラ上の秩序で、ね、自分たちの方でやっていけばいいんじゃないですかという議論が、まあ、事実上黙認されやすくなると、なんかそういうじわじわとそういう方向に今行ってるのではないかという気がします。なんか、あの、現地で、いや、もう我々はモザイク国家でいいんですって言う人がいるかというと、そうでもないですね。そうでもないので、えー、ないんですが、じゃあ逆にもっと普遍的な、統治のあり方、普遍的な国際システム、もう一度この地域にも、普及させようよという。 主導する勢力がアメリカにもないヨーロッパにもないロシアは当然考えてないというそういう状況ですね、えー、なので相対的に、えー、現存の秩序がぐずぐずっとまだら状に、えー、なんか違うものになっていくという数勢が変わらないいと思います、はい、最後の1問になるかと思いますがどなたかかがございますでしょうか、はい、よろしいですか。 えー、それでは、あの、今日、池内さん、ちょっと体調が悪いのか、あどうも、うんえー、長時間ありがとうございました。えー、で、池内さん、今日の、あの、この、キーワードは一審なんですが。<laughs> あの、いや、これは、あの、池内さん、あの、前にご、あの、ご答談いただいたとかもそうなんですけど、まあの。アラブの春だとか、いろんな大きな変動が、起きますとね。はい、ねその、つまり、その、何が一審で、何が、こう、こう。 中東を見る視視点点がが、まあうん、新しい視点が必要になるだから、そのためにはその、まあ、歴史的な、まあうん、ファンダメンタルズをもう一回ちゃんと構造的に把握しましょうよって、たぶ、うんまあ、そういうことを思いまして。前回ですね えー、私なんかあの今日お聞きしますと8回目だというんですね、うん、結構すごい多いんだという話なんですが、うん、ただ間が結構この前回から空いてます、うん、前回は2014年の6月27日で、うん、その時に「天」と書いたんですね、うんでまあ、これかなり暗転という、うん、<laughs> 感じがしたのでまさにこうシリア問題などを見てどうもこれは。 安定で安定したあと4年間私はまあ少なくともこの場所では沈黙していたわけですが <laughs> あのその後イスラム国とか出てきちゃって大変忙しくて来る余裕がなかったというぐらいですが安定して、えー、その後イスラム国を出てきて、えー、それがまあやっと証明一応領域支配消滅してとじゃあその次どうなるかっていう時にまあ 今日全く将来こうなるとも言えないけれどもこの一心というふうにふと思いついて書いてしまいましたが本当に新しい秩序が生まれるのはいつのことかというのは、うんえー、私自身、全く確証がないものでございます。はいいどううもありがとうございました